リビング広島の紙面は、今週は休刊ということなんですけども、おしゃべりリビングは休刊週恒例のスペシャル企画をお送りしたいと思います。今回の企画はパーティーゲーム5番勝負です。ルール説明します、はい。これから2人ずつのチームに分かれてもらいます。発表しますが、チーム分けは東野&ワッキーチーム、はい、ユミコ&ハンサムチームです。なるほど、はい。じゃあ、ですね、2つのチームにはさまざまなゲームで対決してもらうんですけども、最終的に、総合得点で負けたチームには、もちろん罰ゲームをご用意しておりますので頑張ってください。はい、はいはい。じゃあもう早速1つ目始めてみたいと思います。1つ目のゲームはですね、はい、ストップウォッチ10秒ぴったり止め対決です。めちゃめちゃ得意ですよ、うん。もうね、このためにリビングに入ったの。一応これね、でもね、ルールを説明しますよ、はい。チームの代表者1人が画面を見ずに10秒ちょうど、はい、ジャストで止めてください、はい。もう1人は相手のチームがやってる時に邪魔しても OK です。ああ、そのやつですと。いきます、いくよ。はい、20、90、80、70、50、60、80、40、40、40、50、50、20、80、80、80、ハンサム？おい、ハンサム。ハンサム、何ハンサム？おい？ハンサムか？怖い！怖い！怖い！結果？よし！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 はい、どうぞ。旦那さん何歳？1たす1は2、3たす3は6、9たす。はい、ということで、まずはね、由美子チーム一緒に。まだ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 全然全然。はい、じゃあね、2つ目のゲーム、目隠しマシュマロキャッチ対決。はいはい、あれね、はいはい、やったことある。やりはやりもうめちゃめちゃ得意ですよ。得意営業はこれできんのダメ。いいですか、じゃあルールを説明します。持ってこないですね。使われない。1人は仰向けで口を上げて寝転んでください。で、もう1人が口をめがけて立った状態からですね、マシュマロを落としてもらう、口に向かって落としてもらいます。落とす人が重要。これは実はですね、これスピード対決なので2チーム同時に行います。で、何回やってもらっても構わない。どん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 家族こなして入れた方が勝ちです。よし、いいよ。いきます。はい、よーい、スタート。いった。意外に痛い。いくよ。いくよ。あー、惜しい。ちゃんとガッと噛んで。いくよ。いきます。あー、惜しい。そう、あの、ちょっと。で。おお、いけない、どっちだ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 、お互い食べるだけ。食べきったら口を開けて見せてくださいよ。はいはいはい、やったー、ありがとう。どのチーム勝利？なんこれ、どのチーム勝利です。いや、結構食べるの早かったね。すごいね。まあ、飲み終わりだ。最初3点遅かったよね、本人が多分。じゃあね、2戦目しか終わってない。2戦目終わって、1対1ということになります。はい、第3戦目は、はい、ティッシュひらひらふわふわ対決です。どっちがルールを説明します。はい、1人の人が、椅子の上に立ってティッシュを落としてください。はい、もう一人の人が下からですね、息を吹きかけてフフしてください。で、苦しいな。あの、地面に落ちるまでのタイムを競います。あ、はい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 、よーい、スタート。おお、すごいすごいすごい
確かに通りです。これはもう乾杯です。第4戦目はスマホ早打ち対決です。はい、ルールを説明します。スマホで決められた文章を2人でリレーして入力してもらいます。で、早く打ち終わった方の勝ちですね。で、また、誤字があった場合、1文字につき1秒のペナルティーとなります。じゃあ、わけです。中から入るから外から出て。ああ、なるほど。このリレーっぽいですね。リレーっぽい。連携がそこが大事。もうそこで違いますか。いいですか。それではいきます。よーい、スタート。やばい。はい、やばい、マジで。はい、やばい。一人目、まだワッキー終わっておりません。僕は予測する。はい、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 さあ、だいぶ出遅れましたが、だからまあ、誤字によるね、ペナルティっていうのもまだあるんで。これ邪魔していいですか。邪魔ダメ。ダメですか。なんで邪魔するんですか。ダメですか。ほら、もう構成、はい、構成まで入ってない。これはね、さあ、はい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 、終了。はい、これはちょっといけたんじゃない、うん、もう1秒よし。よし、1秒2秒バランス。どうでも2秒でも勝ちなかったこれはもう完敗です。完敗です。勝利です。やった。これね、現時点今4試合終わって、はい、3対1で由美子チームが勝利しておりますが、第5戦目最終戦は吹いたらダメよ炭酸飲料早飲み対決です。うわ、吹くよ。一応説明しますが、2人で協力して炭酸飲料 500ml、 それかなり炭酸が強いやつですね、早く飲み終えた方が勝ち。はい、まあ、それがまあ基本のルールなんですけど、はい、追加ルールです。明らかなゲップもしくは吹き出したりした場合はその時点で失格です。はい、ということでね、3対1という状態なんですけども、逆転するためにはちょっと点数が足りないんじゃないか。どのチームが次勝っても総合では勝てないと。はい、うん、3ポイントしたらいいんですよ、この勝ったら。そうね、3対1かい。じゃあ勝ったチーム3ポイント。出た。出た。出たよ。じゃあよろしいですかね。はい。勝つ。勝つ。ゲップ吹き出し我慢してくださいよ。はい。よし、じゃあそうそう行きましょうか。じゃあ行きましょう。はい。よーい、スタート。さあ始まりました。はい。うわ、これ。明らかなゲップはアウトです。その時点で負けとなります。険しい顔のフォロー。痛い、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 はい、ということで当のワッキーチーム勝利です。
さ、じゃあもう終わりにしますかね。じゃあちょっと終わる。はい、じゃあね、はい、当然罰ゲームでございます。やりましょうやりましょう。苦いやつをいっぱい入れた。苦いやついっぱい入れた。青汁も大丈夫よ。無敵か。一応言っときますけど、これは超苦いお茶です。んなんかおしっ、うん、じゃあ2人同時にお願いします。いただきます。グイッと全部。うわわっわっ、これはこれはやばい。きた、お、なんかね、まずいっていうかね、辛い辛い辛い、ピリピリする。うわっわっ、美味しい、うん、でも辛くない、なんか辛い、あのね、ピリピリする、うん、あのパチパチパンチみたいな、こいつが唐辛子入りのなんかを飲んだ時の唐辛子。うん、うんじゃねえ、慣れた。飲んでみる。うんうん、罰ゲーム失敗じゃないですか。なんかね、なんかね、ちょっと飲んだことない。飲んではない。うん、ねえ、あ、取ろう取ろう。あ、取ろう取ろう。暑いですね。うん、ちょっと言ってきたね。一気に飲めつちょっと味見してみて。唐辛子のスープみたいな。結局みんな飲むよ。おしゃべりビング、ということで、おしゃべりビング7月30日号いかがだったでしょうか。まあ、ハンサムがしょぼかったですね。ね、まあまあ、まあリベンジでもいつでもね、いけますよね。ゆなさんどうでしたか。いや、すっごい楽しかったです。楽しかった。負けたんですけど。そうだね、負けたけど、私は完璧だと思った。あ、なるほど。ハンサムはちょっと、どうでした。ハンサムどうでしたか。なんかあのちょっと悪意を感じるね、組織的な。だから僕のことかわいそうじゃ思ったら、いいねボタン、グッドボタンを押してください。この下、公開すごい。はい、はい、それでは編集部トーノとマッキーとハンサムでした。いやいや、閉めちゃダメ。座り口が悪かった。そう、ここで変わる。はい、では編集部のトーノとマッキーとユミコとあなたのアイドル、ハンサムでした。あなたのアイドル。